『新平家物語』第277回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です。後白河移し後白河の院政万能となってからでも朝政が廃絶していたわけではない陰と並んで朝廷もある名ばかりでも皇室は生きていた清盛が言う 天に事実ありだった二元政治はいつでも起こりうる形にあった受落直後清盛は早くも朝廷への創生を経ていたのだろう条件法因とあった翌16日下官の例を発し大量な非免者の名を公表した関白太政大臣以下 競争運格43人が官職を解かれ即日御るに処すとも減達された18日のことである流罪の筆頭は先の関白の元房であったはじめ西国へ移し太宰の卒となすという沙汰所であったが途中鳥羽の古川辺で出家したので未然の甲府へ廃所外になった 髪を下ろすと廃所先を変えられるのが例なのである。太政大臣室長は尾張の僻地へ追われそのほか安土の大納言助方少尚助時の親子をはじめ大倉卿高階の安常左小弁元親右少将正方など流刑に漏れたものはない。中でも上京の唐の大納言実国は三階身の置きどころもなくなった。 かからん上は我から血を求めんと野中都を逃げ出し丹波の山里へ隠れたが尋ね出されてこれも信濃へ流された何しても関白太政大臣以下各も大量な追放は前代未聞なことだったその粛清ぶりの峻厳さに世上はかえって死因としてしまったもちろん下官と同時に新しい人々の登用も行われた 信任者の顔ぶれは当然とは言いながら皆これ平家の敬類でないものはなかった。またこれほどな大政変だ。いかに西八条の威力でも全てが会長に行われたわけでもない。それ相当な抵抗もあり、随所に老中たちの小競り合いや急阻の運動や、また一家一家のうちには妻子兄弟の離別をめぐってのあらゆる悲劇もあったのである。 とりわけ哀れなのは主家を失った奉公人たちであった彼らの多くは立ちどころに路頭に迷い田舎に知るべのある者は思い思いに離散したがそのあてすらない者は不老化野党と化すしか生きる道もなかった先の関白家の侍に河野官遠なりというものがあった子息の家なりと共に主の廃所立ちを見送り 小物女房たちまでの身の振り方を指図し,ずし最後まで居残っていたため西八条の武者から館を開けようと矢のように攻め立てられた「王おさ明日の夜は明け渡してやろうぞ」隣は外を囲っている武者陣へ訳したそしてその日の昼は酒盛りでも組んでいるのか朗らかな笑い声さえ漏れていたが夜に入っても一向立ち退く様子がない 早約束の時刻なるに立ち残れば腕にかけても立ち退すぞ外ではわめきたった。しかしなお返事もないので、豪にやした西八条の兵は小高いところからゆずるを並べ、邸内の裏表へ向かって一斉に矢を射込んだ。ところがそれに応えた者は大びさしから噴き出した黒煙と炎であった。 いや縁を離れた捨て町ちの不老人目らがやけになって切って出る心と見えるぞ外ではひめき合っていたが炎はのびのびと燃え盛るのみであったうちには何の人影も叫びもない。 あまりの静けさに煙を潜って探り入ってみると、とある胸に遠なり家なりの親子をはじめ、その妻、その嫁、その妹など、一家族11人が自陣したり刺し違えたり、枕を並べて死んでいた。こういう例は関白家の家ばかりでなく、他の家にもあったろうと思われる。悲惨というも哀れな犠牲者と言っても言い足りない。 深刻な落内表情のうちでも人々が最もいぶかっていたのは池の大納言頼りの立場であった粛清された反兵家の上四43名のうちにもりの名も加わっていたからである事実修理中の八条室町邸には鎧武者が込み入り何者の出入りも許されなかったまた17日には 寄りが兼ねていた上門の守の職名は地達され彼の所領全部は没刊されてしまった何があるのか不思議なご処置一文の中でも分けてゆゆしい御方小国の弟君ととにもあらせたものにおよそこの一時だけは誰にも理由が解けなかった そして頼盛りりその人の消息も島奥測にくるまれ、六原の旧池殿に押し込められているそうなとか、いや、西八条へ引かれたものだとか、皆目その居所もわからなかった。すると、その月20日のこと、すわ、六原の池殿へ軍勢が駆け向かったぞ 寄せての兵と頼森りり殿との間に早合戦が起こっているとか、さても何故の兄弟合戦、何かは知らぬが、池殿にも今度の辺に関わりがあったに違いない、小国とのな中にも深い溝があったのであろう。そうした取り沙汰が落中の神経を早てのようについてかけた。これは根のない巨峰でもなかった。 西八条から馳せられた七八百の軍馬は確かに六原を横断し七条大和口の辺りに群がっていた頼盛りりの宮廷はそこから近いけれど頼上の近距離に院の御所宝珠寺殿があるしかもここの軍勢はまだ一本の矢も継がえてはいないいや祝然と静かでさえあった 劣後を正している武者たちはすべて宝珠寺殿の一門の方へ瞳を射向け何か異様な緊張を口元に結び合っていたつい今しがたである小国の三男先の右大将宗盛は手勢をここにとどめ自身は摂津藩閑森隅源の太夫末貞以下五人の武将と一体の武者を従えて院の正門から内へ通っていた 備えはここだけではない。指紋も同様に囲ませていた。院中には下官下郎のほか、もう男気もなかったのである。局の女房や目荒れたちは人の手を見た鳥籠の鳥のように騒ぎ泣いた。そして御所に火をかけ、人を皆焼き殺す支度であろう。平時の戦に信頼が三条御所を焼いたようにと口走っては逃げろぶのであった。 胸森は武者に車を引き出させ車寄せに長江を据えて先に西八丈より使いを持って英文に達し置かれたりと申す胸森お迎えに参って候とうとう質疑をあらせたまえと大音に言い入れた空洞にこだまする虚しい響きにも似て隠中しんとしたまま答えもなかったするとやがて 後白河法皇とおぼしきお人と老いたる甘瀬や二三のクロードだの女房たちが乱れた足取りを一様に早めながら牢をこなたへ来るのが見えた。いいんぞ宗盛は後ろの武将たちに注意して下にひざまずかせ自身も小膝をついていた。後白河法皇はそこに突っ立た,たれたまま眼下の底から辺りを見回しておられる。 迎えの車を見、荒くれた武者腹を見、武将たちを見、そして宗盛の上に、その鋭い御魔な子をじっと止めた。宗盛は先に伝えはあったが、その何の迎えぞこの身をいずこへ移そうとや宗盛は威圧を受けて身がすくんだ。因はここ数日中の旋風の中心だった。 いわ鳳凰という中核の巨木は手も足ももぎ取られた裸の君であるはずだった。少なくとも幾よかは王のを反転して魚子も安らかならず、どんなに憔悴遊ばしているやらと胸盛りにさえ拝殺されていたのである。が今頭越しに仰せられた恩情はまるで一括に似た響きのあるものだった。 はっと気がすくんだが、反射的に胸宗りは意外さに顔を上げて、鳳凰の御嶽の優れたお姿と流眼とを初めて仰ぎ見たのであった。すでにお覚悟のほどは見え、常の方位を真新しいさやかなものに変えておいでになった。念図を見手にかけられ、そして今が今まで仏殿にこもって図教しておられたらしく、香のにおいがお体にまで染みている。 大きなおつむりである真ん中がややくぼんで見え前びたいと後頭の隆起はエコジの象徴みたいにひどく目立つ霜も見せない御眉と線の強い微量は共に意志の強靭を示しその口元はまたご気象の一端を表すもののように大きなへの字なりに歪みをぎゅっと結んでおられた。 入道小国よりも確か9つほどお年下ではあるが健康さも到底清盛の比ではない宗盛が驚いたのは剛もおやつれがないことだった逆境にお強いのだと思われたひ弱いご体質の多い高等では珍しいお方と言わなければならないよほど不屈なご気性でもなければこの場合この眼光は持てないはずだ 仮に進化や庶民のボンゲにお生まれになっても、この生命力なら決してセロの生活に負けることはないだろう。清盛と心とを変えて部門にお生まれなさらなかったのはまだ幸せであったと言えよう。世間にとっても法皇ご自身にとってもである。さすが胸盛には物をだに言えぬような。 ご白河はこうえぐるように仰せ出て、なお彼の威嚇を見据えたまま、強いて恩口元だけに苦笑をたたえた。いつぞや法院へ入道が答えた申し状によれば、陰性は百合やって益なし、天に事実あるは非なり。されば陰性を小地やめんの望みのみと述べたそうな。しかし朕は、 祭りごとを私にした覚えはない。ただ、主情もまだ五弱年にわたらせたまえば、折々政務に口入れするだけのもの。猿を。ふと口をつぐまれた。言ってかいないことだ。愚痴にすぎない。すぐそう悟られたものらしい。いざ移せ。 今は何を言おうが入道の耳へは冬の風とも聞こえまい。かからん上は身を運命に委ね去るのみ。ただ、成親や瞬間のようにあまりにはるかな島へ移しやられてはたまらん。身の行方はそもいづくぞ。安らかにおぼしめせ。 瞬間想図を流せしごとき離れ島へいかで君をばお移しいらすべきただただしばし世の静かになるまで鳥羽の北殿へ見ゆきあれかしと父全門の胸にて騒動鳥羽へとや法皇にも虚勢はあったほっと眉を開いたような見景色が動いた胸盛り車を寄せよ ともうせよ。つと車のうちへ姿をお隠しになる。パラリと連の音がお姿を立つと、武者も胸盛りも一度時に立った。そして、つぼねの女房や天瀬たちの泣きむせぶ声を後に、ぎっしゃの輪は大きく巡り始めていた。いずこえなと、御んに 走り出して車の尻を追ってくる女房やクロードたちのうちから宗盛は一人の老いたる天瀬とわずか三名の北面の下狼だけを許しあとは宝珠寺殿の門を境に追い返した。 よろしければ、いいねの評価とチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録は、画面右下のザのマークからどうぞ。